こんにちは、かよです。今日はリクエストいただいておりましたクレアスのスキンケア6000の正直レビューをしていきたいと思います。アイテムごとにリピありかなしかも正直に紹介していきますので参考にしていただけると嬉しいです。では早速始めていきます。最初に紹介するアイテムはこちら、サプルプレパレーションフェイシャルトナーです。ファエの化粧水部門では現在44位、口コミ評価は 4.11 です。こちらは韓国内でコスメアワードを多数受賞した人生トナーと呼ばれる人気の化粧水です。テクスチャーは少しとろみがありますが、なじませるとサラサラとすぐに浸透するタイプです。1回塗った感じだとかなりサラサラとしたお肌となり、保湿力はあまり高い感じではなかったです。ブースターのように使用したり何度か重ねて使用するのもおすすめします。香りはラベンダー、ゼラニウム、レモン、イランイランなどの天然オイルが配合されており、リラックスできるハーブ系の良い香りとなります。使ってみた感想としては、浸透が早くさっぱりとした使用感なので、これから暖かくなる季節におすすめの化粧水です。また保湿力自体はそんなに高くはないので、乾燥肌の方は何度か重ねて使ってあげたり、この後しっかりと美容液やクリームで保湿をしてあげるのをおすすめします。天然系のハーブ系の香りではあるんですけれども、香り自体は結構強くあるので、香りがないスキンケアが好きという方は参考にしていただけると嬉しいです。リピに関しては個人的には香りがあんまりないスキンケアが好きなので、次に紹介するアンセンテッドトナーの方が香りが弱いという点で好みなので、リピするならこちらを選ぶと思います。でもこちらもとてもいい香りなので、香りに関しては好みになるかなと思います。続いてこちら、サプルプレパレーションアンセンテッドトナーです。ファエの化粧水部門では現在圏外、口コミ評価は 4.20 です。こちらは先ほど紹介したフェイシャルトナーのエッセンシャルオイルフリー無香料バージョンとなります。テクスチャーは先ほどのフェイシャルトナーとほぼ似ており、浸透が早くさっぱりとした印象です。乾燥肌の方はこちら1回では保湿力が足りないので、何度か重ねて使ったり、この後しっかりと美容液やクリームで保湿をしてあげるのをおすすめします。香りは若干石油系のような原料臭があります。使ってみた感想としては、しっとりしたとろみのあるテクスチャーながらも浸透が早く、仕上がりはさっぱりとした使用感となります。脂性肌の方やベタつかないさっぱりとしたスキンケアが好きという方におすすめのトナーです。こちらも保湿力自体は高くないので、この後しっかりと保湿をしてあげるのをおすすめします。リピに関してはまだ今乾燥が気になる季節なので、なかなか手に取らないアイテムとなってしまっているんですけれども、これからだんだん暑くなる春先や夏場などにはさっぱりしたテクスチャーで使用感が良さそうなので、暑い時期にしばらく使ってから検討してみたいと思います。続いてこちら、フレッシュリージュースドビタミンドロップです。ファエの美容液部門では現在圏外、口コミ評価は 3.80 です。こちらは今までの動画でも何度も紹介させていただいた私の人生美容液となります。主成分はビタミン C となり、特別な製法で生のビタミン C を美容液にしています。こちらのビタミンドロップは肌が飲むビタミンジュースとも呼ばれていて、トーンアップ、毛穴、色素沈着の改善などの効果が期待できます。テクスチャーはサラッとしたオイルっぽいタイプです。お肌に垂らした時若干温かさが感じられますが、これは新鮮なビタミン C がお肌に吸収されることで起こる自然な現象です。お肌になじませた後はベタつき感などなくさっぱりとしています。こちら自体には保湿力はあまりないので、この後化粧水や美容液を重ねていくのがおすすめです。香りは若干鉄っぽい香りがあります。順序は洗顔後一番最初に使っていきます。使ってみた感想としては、私はこちらを3ヶ月以上長期間使用してみたんですけれども、確実にお肌のトーンが上がって、ニキビ跡の色素沈着も薄くなりました。そして一番効果を感じたのは毛穴です。鼻周りの毛穴の開きや頬のたるみ毛穴などが少しずつ小さくなってきたので本当に驚きました。でもビタミン C は紫外線に敏感なので、こちらを使用している間は必ず日焼け止めを塗るようにしていきます。できれば夜の使用がおすすめです。あとはこちらのビタミンドロップは光、酸素、熱などにより、ビタミン C の特性上、保管環境で色が変わってくることがあります。なので開封後は必ず冷蔵庫で保管するようにしていきます。リピに関してですが、こちらも何度もリピしている美容液となります。クレアスではないのですが、同じ系列のウィッシュトレンドというブランドで、ビタミン C の少し濃度が高い美容液が出ているので、次回はこちらも挑戦してみたいと思っています。続いてこちら、フレッシュリージュースドビタミン E マスクです。ファエのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 4.02 です。こちらのビタミン E マスクは抗酸化作用、シミ・シワ予防、ターンオーバーを整える効果が期待でき、先ほどのビタミン C ドロップと一緒に使用することで酸化を抑える作用が高まり、より相乗効果が期待できます。テクスチャーは杏仁豆腐のようなプルプルとしたタイプです。顔や手に伸ばすとスルッとクリーム状に変わり、お肌に馴染んでいきます。
プリン状のままお顔にのせるとポロポロと落ちてしまうので手でなじませてから塗るのがおすすめです。なじんだ後はベタつきはなくもちもちと張りが生まれます。香りは柑橘系のようなさっぱりとした香りがあります。使ってみた感想としてはこちらのビタミンドロップと一緒に使うことでより毛穴の引き締めやキメが整う効果を感じたのが嬉しかったです。あとはベタつきがないのでスリーピンパックのようにたっぷりと塗ってあげても使用感が良かったです。ただプリン状の形状がどうしてもポロポロと落ちやすいので少し使いづらいなというのは感じました。あとはお肌がものすごく敏感な時に使うと翌日赤くプツプツができてしまう時があったのでお肌が敏感な時は注意が必要かもしれません。リピに関してですがこちらのビタミンドロップは単品でもものすごく効果を実感できているんですけれどもビタミン E マスクと一緒に併用して使う長期間の検証はまだできていないのでしばらく併用してみてリピしたいか検討したいと思います。続いてこちらミッドナイトブルーカーミングクリームです。ファイのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 4.23 です。こちらは以前お気に入りベスト5でも紹介させていただいたクリームとなります。ツボクサやセラミドが配合されていて刺激を受けたお肌のバリア機能を強化してくれる効果が期待できます。テクスチャーはかなり柔らかいクリームタイプです。クリームの青は鎮静効果のあるグアイアズレンの本来の色となります。伸びがよくジェルのようにスーッとなじみます。香りが若干ゴムっぽい原料臭がありますがそんなに気になる程度ではありません。使ってみた感想としてはニキビやトラブルで敏感になったお肌に即効性の鎮静効果を実感したクリームとなります。でもこちらのクリームを最後の仕上げとして塗ると翌朝ものすごく乾燥が気になってしまったので必ずこちらの後に保湿力の高いクリームを重ねて塗るようにしています。リピに関しては乾燥は若干気になりますがこちらを一層塗っておくとお肌のトラブルに即効性の効果を実感したのでこちらは必ずストックしておきたいお守りクリームとなっています。最後はこちらファンダメンタルアンプルミストです。ファイのミスト部門では現在圏外、口コミ評価は 4.62 です。こちらは前回のモーニングルーティンでも紹介させていただいたんですけれどもチェジュ島の緑茶成分、昆布、お米、きゅうり、よもぎ、オクラなどが配合されていて抗酸化作用、鎮静、保湿、トーンアップの効果が期待できるミストとなります。テクスチャーは霧状ではなく水っぽく出るタイプとなります。少し水滴感が残るのでお化粧直しで使うよりスキンケアで使われるのをおすすめします。香りは全くありません。使ってみた感想としては少量でもものすごく保湿力が高くベタつき感が全くなくお肌がかなりもちもちになります。クレアスは全体的に効果や使用感は良かったんですけれども保湿力が少し足りないなというのと香りが若干気になるというアイテムがある印象でした。ただこちらのファンダメンタルシリーズは香りもなく成分も優しく保湿力も高いので個人的にはとても気に入っているシリーズとなります。リピに関してですがこちらはまたリピしたいと思っています。ファンダメンタルシリーズは他のラインに比べて若干お値段が高いんですけれども成分も良く保湿力も高いので敏感肌や乾燥肌の方にもおすすめしたいシリーズとなります。ではここまでクレアスのスキンケア6選の正直レビューをさせていただきました。気になるアイテムなどはありましたでしょうか。皆様の気になっているコスメや話題のコスメなどもしありましたらコメントで教えていただけるととても嬉しいです。動画作成の参考にさせていただきたいと思います。インスタでも動画のまとめをアップしておりますのでこちらもよろしければご参考いただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。